こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はコアリズムチェンジっていうコアのリズムが、普通にこう感じているリズムを別のところで自分がそこが四分音符だっていうふうに感じて演奏するってことなんですが、どういうことかというと、ここで書いてあることがなんちゃらかっちゃわからないと思うので、ちょっと一回やってみたいと思いますね。1、2、1、2、3。というわけで気持ち悪いですよね。これはベースの人もこのことをやってるってことが分かってないといけないので、ベースの人とよく練習しました。この練習しようよって言ってメトロノーム鳴らして、で、どっちも必ずちゃんとこうインテンポで考えてね、どっちかやっぱつられちゃってすごく速くなったり遅くなったりするんで、ちゃんとこの上で3拍子の上に乗せて2拍子を乗っけていくってことをやるんですけど、こういうことをやります。こういうのばっかり載ってる教本がありまして、アリホーニー妃が出してるやつがありまして、それを散々やったんですけど、これは昔ピアニストに見せたらですね、これは「How to 嫌がらせ」という本かねって言われたことがあるんですけど、非常に嫌がらせに聞こえるかというか、嫌がらせに聞こえるようなフレーズではございます。というわけで、これはやらなくても全然いいんですけど、僕が好きなんでやってるってことですね。コアリズムチェンジですね。2拍3連からワルツへ。まずはワルツの感じを2拍子の上に乗っけるとか、逆に言うと2拍子、ワルツをやってる時に2拍子になったりするのの逆バージョンなんですけど、それをやると。で、ワルツを今度2つに割って、それをテコンガパターンでこう2小節でまたいでいくと、まるで全然違う4ビートが上に乗っかってるみたいな感じになるみたいな感じになるわけですね。じゃあ2拍3連からワルツへっていうところからやっていきたいと思いますね。まずはこの1番を何回かやって、次2番に移ります。この時に、この1番の時はハイハット24のまま2拍3連だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。3と2を行ったり来たりするっていうのを4拍子以上でやるってことですね。やってみましょう。具合に、2連2拍3連からこの2拍3連からこうワルツへ考えていくということをやってみました。それでは次行きましょう。次はワルツを2つ割りにするということですね。このまずは手だけを、というふうにやる。それができたら、まんまるちゃん、よくよくちゃん、まんまるちゃん、よくよくちゃん。ということですね。この3番やります。3番はですね、2小節1小節ここやって、こっち2小節、この方がちょっと分かりやすいと思うんで、やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 1、2、
右ですね。じゃあ今度は、足ももろともついていきますね。といった具合ですね。ワルツを2つ割りにして、これでも完全に、2拍3連が四分音符みたいに聞こえるというコアリズムがチェンジしたっていうことなんですね。ではテコンガパンタオンを乗せる、いきなりは難しいので、今度はワンマルチャン、ロクロクチャン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンマルチャン、ロクロクチャン、ワン、ツー、スリー、フォーっていう形と、ここはですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、マルチャン、ロクロクチャン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、マルチャン、というテコンガパターンを乗せるということですね。まずちょっとこれだけでやってみたいと思います。なので、これは1小節ずついこうかな。ワン、ツー、スリー、ワン、マルチャン、ロクロクチャン、やってみました。そうすると今度は2小節つなげてやってみると、もう完全に違うリズムが聞こえてくる感じ。チュー、シというわけでいかがだったでしょうか。非常に変態的なフレーズで申し訳なかったですが、まあこういうことを演奏中にやると、要はジャズっていうのは、まあ待ち合わせ場所なので、ここから到達地点までは全然違う方向に行っちゃうことが可能ですね。今みたいにベースはそのまま行ってるけど、ドラムは2拍3連がまるで四分音符みたいに聞こえるみたいな、2つのリズムが同時混在してるみたいな感じ、ダリの騙し絵みたいな感じ、こっから見るとこう見えるけど、こっから見るとこう見えるっていうのが同時に混在してるっていうのをやる。そうすると到達地点がすごくよりこうホッとする感じ、これはあのポリリズムでやった時みたいに、ああずれててずれててずれてってポンって落ちたみたいな感じが、これが結構偶発的っていうか、相手が2拍3連のフレーズやったらそれを受けて、レガートがまるで203連みたいになると、相手の203連が四分音符みたいに聞こえたり、203連に聞こえたりってするようなことが演奏中に行われるということなんですね。ここがジャズの面白いと、こういう攻撃ができる。でも攻撃されてもベースがキープできないと、もう攻撃にならなくなる、攻撃しすぎちゃって、もう相手がこうさんってなっちゃうと演奏が崩壊してしまうので、あくまでもこれは、皆さんと、こういうことをやりたいっていうことをちゃんと確認した上でやらなきゃいけないフレーズではありますね。ということで、ちょっと難しいことでやりましたが、コアリズムチェンジ203連編、これいっぱいあるんですよ。僕大好きなんで、この辺はね、気持ち悪いやつが大好きなんで、7連符とかねやってる人すごいいますよね。もうすごいなと思いますけど、僕はとりあえずそのあんまりこうまだまだこう初心者的な、初心者ってのはこれ気持ち悪いですけどね、かなり上級者向けだとは思いますが、コアリズムチェンジ203年編お送りしました。本日は以上になります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ
メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。